よ、たくみ。来てたのか。早いな。ケンジ先輩も来てたんすか。いつきは？正尺に自分の車取りに行ってるよ。そろそろ戻ってくる頃だ。今夜は早速宝塚線でシェイクダウンだな。じゃじゃじゃーん、本日の主役登場。いやもう感激しちゃって感激しちゃって、早くなっちまったよ俺の4050。早くなったって4051は自走できねえだろ。 100% 牽引車の性能じゃねえか。全権上がりでいい気分なんだから水をさせないでくださいよ。ただいま2号線に到着の電車は回送車です。ご乗車にはなれません。E233。 いたいた、こんなところにいたよ。よかったよ、やっとそれっぽい車が見つかって。え、君たち地元なんでしょ？俺たち東京から来てホテルグランディア大阪に泊まってんだ。思ったよりも少ないね、走り屋の車って。へえ、そうそう、もっと賑やかなのかと思ってたのにな。なわけねえだろ。へえ、こりゃ珍しいや。救援車だよ、救援車。警戒色の帯がかっこいいね。EH 店みたい。今時シルヘッダなんてある意味新鮮だね。見てよこの台車、アルストムリンクだって。やばい、メンテ大変だよ。これは乗りたくねえわ俺。これ君たちサーキット走ったことある？いや、あるわけねえだろ。走り屋なら行った方がいいんじゃないの、サーキット。言っちゃ悪いけど、この救援車サーキットじゃ全然タイム出ないと思うよ。あのさ、初対面の相手にそこまで言われたくないよ。俺たちがどんな車で走ろうとあんたには関係ないことでしょ。どれほど自分のテクニックに自信あるか知らないけどさ、上りのストレートでパワーのない車抜くだけなら別にテクニックなんていらないんじゃないの？何それ、どういう意味？ダウンヒルは別だって言いたいわけ？どういう意味にとってもらっても構わないけど、俺たちのことはもういいからさっさと言ってくれないかな。ああそう。ムカつく、信じらんねえよマジで。何あれ、嫌な感じだったな。妙に慣れ慣れしくて。かなり詳しそうだったし、鉄道オタクじゃないの？年齢不詳で気持ち悪い。あれ、まさか俺たちが走り始めるのを待ってるんじゃねえだろうな。見え見えの待ち伏せでバトル仕掛けてくるつもりなんだぜきっと。チェ、やってやるぜ。下りならいい233だって怖くねえ。走るんですなんかに舐められてたまるか。けどあのデーブ相当自信ありそうだったぜ。車も新しいし勝てるのかお前。タクミ頼む、保険かけさせてくれ。は？まあしょうがねえか。ずいぶん待たせるな。僕は絶対許さないよあいつら。せっかくフレンドリーに話しかけてあげてるのに僕に向かってあんな暴言を吐くなんてショックだよ。懲らしめてやらなきゃね。ああいう低次元の奴らが多いから鉄道趣味が誤解されてしまうんだよね。なんだよ貧乏臭い事業用車なんか乗っちゃってさ。上りだろうと下りだろうとサーキットで鍛えた僕が負けるわけないじゃん。あ、7000が走り出した。よし、こっちも行くぞ。案の定追っかけてきたぞ。けーぞ、地元の底力見せてやる。
結構いいツッコミしてるよ、この7000。思ったよりはやるね、地元の走り屋も。でも楽勝でついていけるからね。改めて自分のテクに自信持っちゃったよ。僕ってやっぱり早かったんだね。シシシシ、かなりかっこいいかも。シシシシ、すげえ、俺が知ってる車の動きじゃない。ところで匠、前の2列車のバトルどう？池谷先輩、多分逃げ切れないよ。コースに慣れてる分コーナーの突っ込みはいいんだけど、それ以外は負けてる全部。後ろから見てると相手の方がコーナー出口で挙動安定してるし、トラクションもいいけど、走りにそれほど差があるわけじゃないよ。車の差がでかいんだ。ちょっとお前どうしちゃったんだ？ズバズバと歯切れ良すぎるそのコメントは。本当に匠か？自分でも驚いてんだけどさ、後ろからこうして見てるとなんとなく分かっちゃうんだよ。プロジェクト D のシビアなバトルに揉まれてるせいなのか、競り合ってる2列車の微妙な違いがよく分かる。マジでお前 D に入ってすごい進歩してる。そういう分析力もすげえけど、それをこれだけの限界走行しながらやっちゃうことが一番すげえよ、その余裕が。悪いけど樹、こんなの全然限界じゃないから。やばい、池谷先輩抜かれるぞ。山本の先の直線で。え、マジ？くそ、ダメか。バーカ、シシシ、たっとこんなもんさ。本当に抜かれた、タクミ。走りたい時とタクミ走るべき時が一致する時、光ってるし、峠の声が聞こえる。アクリボーゼ、さっそう登場。東武登場戦、君が美少年、寝台急行、銀河タクバーン。突っ込んだら負け。保険かけといてよかったぜ。しくしょう、頼むぜタクミ。920件、退化してろ。いや4050の主者だからいいのか。よくねえだろ。ついてこれるかよ、山手線仕込みの乗用8ブレーキ。ふぅ、ふぅ、目いっぱい速度が乗ったところから乗用全ブレーキするコーナーの突っ込みはさすがに心臓バクバクしたよ。山手線と違って地方路線は軌道が悪いからね、我ながらギリギリのすごい突っ込みできたと思う。どんな問題、絶対についてこれるわけ。すぐ後ろにいるよ、どういうこと？生意気な時代遅れの開示チョッパのくせに、僕についてこれると思ったら大間違いだぞ。すぐに見えなくしてやる。池田の先の長いストレートがチャンスだ、振り切るぞ。離れた離れた、ざまあ見ろ。ストレートじゃ全然ついてこれないよ。離れたと思ったのに、気がつけばいきなり近くにいる。サーキットで鍛えた僕のブレーキが田舎の走り屋に負けてる。そんなバカな、ありえない。そんなことあるわけない。あのさ、ひょっとして後ろの車7000じゃないかも。悪いけどしばらく僕に話しかけないでくれる？集中できないから。
やる気だね、あれを。やるさ。ブレーキングは得意技なんだ。本気出せば負けない。 120% 集中するぞ。サーキットの大崎コーナーに突っ込む時みたいに。まだだ、まだまだ我慢。銀河の光をこの身に集え。今だ。超絶ウルトラスーパーレイトブレーキング。輝く流星タクミサイル。ドヒャー、車が古くなってる。今人が飛び出してったような。しかも抜かれたし。もうあんなとこに。えげえ、バカっぽや。うわ、木の前に人が。ダメ。ギャー。おお、嫌だ。関西わけわかんねえ。東京に帰る。待てやこら。走るんですで乗り込んできた東京モンチューンはお前らか。ああ。いや、届け二人の組曲。